茶店で飲むコーヒーは美味しいな。私ブラック飲めないのよ。マリサ、クリープトって。あれ？聞こえてないのかしら。マリサ、スジャータとって。フレッシュ。メロディアンのコーヒーフレッシュだろう。そんな、大声出さなくても。似たような商品名だから間違えたのよ。いや、関西人はどこのメーカーでもフレッシュって呼ぶだろ。いや、私、名古屋の友達多いからスジャータって呼ぶわよ。それはともかく、メロディアンは伊賀市白河市に工場を持つ、伊賀にゆかりのある企業なんだ。そういえば、名阪国道で看板を見た気がするわ。それだけじゃないぞ。白鷺公園のからくり時計、メロディランドも株式会社メロディアンから市に寄贈されたものなんだぜ。エスパーのからくり時計もメロディアンから寄贈されたものだったの。子供の頃、あの時計大好きだったわ。それじゃあ、今回は、からくり時計メロディランドについて解説するぜ。まあ、何はともあれ、まずは、白鷺公園のメロディランドが動いているところを見てくれ。いやー、童心に帰るわ。メロディアンはこれを伊賀市のためにわざわざ作ってくれたの？いや、このからくり時計は、1990年に開催された花と緑の博覧会。通称、花博に出展されたものだぜ。花博？何それ？花博こと花と緑の博覧会は1990年に大阪府大阪市と森口市にまたがる鶴見緑地公園で開催された国際博覧会だ。会期は1990年4月1日から9月30日までの183日間で来場者数は2300万人を超えたぜ。一大イベントだったのね。
別名花の万博やエキスポ90と呼ばれ、花と緑と人間生活の関わりを捉え、21世紀へ向けて潤いのある豊かな社会の創造を目指す目的で実施されたぜ。さて、花博について詳しく話し始めると長くなるので、本題のメロディアンランドについて解説するぜ。メロディアンランドは花木園と呼ばれる企業出展のエリアに展示されていた。うん？メロディアンランド？メロディランドじゃなくて、そもそも、花博で出展された時の名前は、会社の名前を取ってメロディアンランドだった。あ、ほんとだ。アルファベットで書かれている文字もメロディアンランドになってるわね。そして、からくり時計の作動する間隔も短く、15分おきに作動していた。ちなみに、現在は午前10時から午後4時まで、1時間おきに作動しているぜ。このメロディアンランドは、メロディアン株式会社の目指す、美味しさづくり、幸せづくりという企業ポリシーを集約して、ファンタジックな夢のある空間が演出された。ちなみに霊夢はこの城の向かって左の塔にいる女の子と、右の塔にいるウサギの名前を知ってるか？不思議の国のアリスがモデルになってるから、左の女の子はアリスじゃないかしら？実は左の女の子はメロディーちゃん、右のウサギはアミニーという名前なんだぜ。もしくはってどういうこと？実は、花と緑の博覧会の公式記録の中で表記に揺れがあるんだぜ。もし、メロディアンの関係者の方がこの動画を見ていたら、あの女の子の本当の名前を教えてください。まあ、でも不思議の国のアリスの時計といえば間違いないわよね。いや、それが花博に関しては、これは不思議の国のアリスの時計とは呼べないぜ。なぜなら、ハイポネックスジャパンが出展したものに、不思議の国の花時計という展示があったんだ。え？まさかのネタかぶり？こちらの展示は、背景は見る角度で違う絵になる仕掛けがあり、時計は普通の時計とは逆回転になっているぜ。いや、逆回転の時計は見づらいでしょ。そんなこんなで、花博には不思議の国のアリスをモチーフにした時計が2つあったんだ。アリスの時計前で待ち合わせした人がいなかったことを祈るわ。さて、花博終了後、メロディアンは当時の上野氏が工場を誘致していたこともあり、からくり時計を市に寄贈した。それ以来、白鷺公園で稼働し続けているぜ。市に寄贈される際、メロディアンランドからメロディランドに名前が付け替えられ、何度か塗装がやり直されているので、ブランコに乗っているウサギの足の裏の模様なんかが変わってるぜ。それ以外は花博の時のまま動いているのね。演奏時間は午前10時から午後4時までの1日7回。昔見た人には懐かしい、今の子供たちも楽しめる時計なので、ぜひ一度、白鷺公園に見に行ってほしいぜ。それじゃあ、今回の解説はここまでにするぜ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。X もやっているのでフォローよろしくだぜ。それじゃあ、また見てだーこ。